はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日のマーケットから見ていきたいと思います。日経金株価は、マイナス0.48%、えー、185円のマイナスとなっております。38,500円あたりで、えー、引けております、まあ。今日も、まあ、ほぼ寄り点みたいな感じで、えー、まあ、全ですね、10時まではぐーっと上がるような動きあったんですけども、まあ、その後はもう売り一辺倒という形で、特に半導体ですね、えー、大型のところを中心に、えー、のき並み崩れたというような感じになって おりますトピックスの方は0.27%ですので、まだ下げは緩やかかなと思いますが、こちらも難聴。グロス250が0.57%マイナスとなっています。 日経金値上がり銘柄数が85、変わらず2の値下がり138ですね。キオー上位でいきますと、ファーストリテイリング、NTT データ、KDDI、リクルートホールディングス、ファナックとなっております。キオーの回でいきますと、東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、TDK、レーザーテックとこういう順番で、結構下げ幅もきついところが出ているかなと思います。ヒートマップこんな感じですね。 はい。業種別で見ていきましょう。はい。えー、業種別で見ていきますと、値上がりのところでいきますと、非鉄金属、それから倉庫、運輸、卸売のところが、まあ、プラスで結構強いかなというところ。それから、まあ、今日決算多いですけどね、銀行とか、えー、この,のところは、あ結構変わっていたのかなと思います。えー、一方で、えー、電気、ガスですね。ここの作業はかなりひどかったですけども、 要因としましては、関西電力ですね。ここがかなりびっくりしましたけれども、公募増資発表ということで、1億4828万の公募増資、4570万株の自己株式処分、それから1909万のオーバーロットメントによる売り出しということで、まあ、企画化がですね、どのぐらいなのかというところで、まあ、だいたい20から25%ぐらいかなというふうに思いますけれども、まあ今日、だいたいそのぐらいですかね、18.46%マイナスという形で、結構 こう厳しい下げになっているかなと思います。で、調達額に関しては、最大5000億円ということで、えーまあ、LNG 火力発電設備の更新費用、それからデータセンターへの投資に充てるということですね。結構ここは、かなりびっくりしたなというところですよね。で、えーまあ、それを受けて、結構電力株、かなり下げていたところが多かったかなというふうに思います。 で、ちょっと押し目をね、拾いたくなるところではあるんですけども、うんまあ、正直、ちょっと今日の足型見るとまだ売りがですね、止まないということで、えー、ちょっと寝転がいをするとまだ厳しいようなあのチャート系に今日はなっているかなと思いますね。ほぼ安値引けになっていますので、もうちょっと見た方がいいかなというふうに思いますね。まあ、ちょっと拾いたいところではありますけどね、えー、ちょっと見てからという感じで考えています。 そして、えー、日経ですけども、すごい弱いですね。まあ、この、以前のところでですね、この陰線連続っていうところですね、あの、話題になっていた、ここのね、えー、13だったかな、13連続みたいなところありましたけども、またそれにちょっと近いような動きになってきていて、結局4枚のところがですね、なかなか超えれずっていう感じで、今日も陰線になってきています。すごい雰囲気がね、あのー、まあ、相場やっててもですね、かなり悪いんですよね。とにかく、ちょっとでも上がるとすぐに売り込まれるっていう感じで、なかな なんかなか買いが続いていかない、上値を追っかけるような、まあ、そういう動きが全然出ていないっていう感じですので、まあ、こういった相場ではですね、えー、ちょっとポジション管理っていうところをかなり丁寧にやっていかないと、全部下に持ってかれるっていう感じになりますので、えー、まあ、大統領選もね、終わって、えー、一段落っていう感じでですね、また上げていけるのかなと思ってはいたんですけども、ちょっとこれは方針転換をしないといけないなというふうには思っております。 で、まあ、その一端となっているのが、やっぱり半導体のところですね。かなり弱いので、ちょっとそのようなところをサクッとね、見ていこうかなと思うんですけども。 まず、アドバンテストですね。今日はマイナス262円。2.79%マイナスとなっていますけども。これは、昨日、おとといでもですね、各競名画のところで出していきましたが、まあ、中長期的な上昇の中での一過性の、まあ、下落、調整っていう風な感じで、一応今のところは見れるのかなと思ってますので、まあ、このトレンドラインですね。これかなり綺麗ですので、まあ、ここまでの下落っていうところは覚悟をした上で、まあ、反発があるかっていうのを見極めたいかなと思ってます。まあ、0 0割っていうところはですね、ちょっと覚悟をしながら、 かかから、えー、明日ですすね、えー、どういういいいいようななな週足確定になるのとところを見ていきたいかなと思いますちょっとね、あんまり大きく下げると、この週足のところがですね、アウトサイドするぐらい下げちゃうと結構きついなというふうには思っているので、まあ、なんとかですね、安、え、値、ー、は切り上げの形で引けて、えー、まあ来週にね、繋げていってもらえればなという、そのぐらいの感覚では言います。まだちょっと触りづらいですね、ここはね。 それから東京エレクトラン。ここも安値のところですね。えー、また更新をしてきていて、えー、まあここで,ですね。ちょっとレンジみたいな感じで組んでいたんですけども、この辺の安値のところラインですね。えー、22500、えー、あたりのところですね。ここを割り込んでの陰線ですので、かなりイメージ、印象悪いかなと思います。決算発表した後でですね、えー、もう一辺倒に売り込まれている感じになりますので、まあ、ちょっと決算内容がどうこうというよりも、ちょっとモメンタムなところで全然変われていないと。 いうふうに取った方がこれはいいのかなと思いますので、ちょっとまだ下がこれあるかなというふうには思いますね。この8月5日のこの安値のところ、あ、すみません。9月5 9, 月9日ですね。その安値のところまでのですね、下落っていうところは十分警戒をしないといけないですね。やっぱ陰線がちょっと多くなっていうので警戒です。 それからもうちょっとどうしようもない感じになっているのがレーザーテックですね。これ8月5日の安値も割り込んできていますね。で、これあんまり良くないのが、やっぱりこれ陰線手動っていうのが一つと、まあ今日も結構ですね、あの、下げ、えー、きつかったわけですけども、あまり出来高がないんですよね。でここは出来高が結構ですね、あのー、多くてっていう形の陰線であれば、このセリクラの可能性っていうのもあるんですけども、これ全然出来高がないので、まあ、そう考えると、ちょっとこれまだ下落が進行しそうな感じ。要はここは こっていう感じが全くしないっていうのがま正直な印象になりますね。足方も悪いし陰線、えー、続きっていうところですね。で需給状況を見てもまあ、先週ですね信用買い50万減らしてはいるんですけれどもまた期間の空売りとかもですね追加されている状況で、えー、まあ出来高もですねそこまで伸びていないってことになりますとかなりですね個人が え、捕まっている。要は、しこりですよね。いつも、ライブとかでお話ししているしこりがですね、相当溜まっている状況になりますので、これはそ、ちょっとはそっとではですね、あの、戻ってこれるようなことはないかなと思いますので、えー、ちょっとポジション管理を丁寧にしないと、これ下、下ですね、次14,500なんですけど、あそこまでの下落っていうところは、ちょっと考えないといけないかなというふうに、この辺のとこですね。で、ここの、 えー、5月9日ですかね。去年の5月9日。まあ、この辺の安いのところが、ちょっと今日は意識をされたのかなーっていうラインですけど、ちょっとここで止まれるかっていうと、どうかなっていうふうに思った、あ今日のね、えー、日中足でしたので、えー、ちょっとまだストーンと行く可能性っていうところは、あの、十分注意をしないといけないかなと思っております。まあ、切るなら早めにというところですね。 はい。それから、一応スクリーンも見ておきますけども、これも8月5日の安値まで来ましたね。ただ、もうずっと陰線っていう感じで、えー、全くですね、変われない相場になってて、出来高も特にないということですので、これ割ってくる可能性非常に高いかなというふうに思っております。 それからソフトバンク。ま、これは、あの、ちょっと半導体ではないですけども、一応アームに連動するっていうところで行きますと、決算を受けてですね、ニュートラルな決算だったかなというふうに思いますが、陰線陰線という感じで2日連続で結構売り込まれていますと。ま、これに関しては引き続きですね、8400のところが下固いので、ここまで下落を待ってから、反転ですね、やっていくのはいいかなと思っています。 はい。まあちょっとアームのね、株価を横目に見ながら、あーバイバイ判断をしていくような、まあ、そういった銘柄になるかなと思います。 えそれからディスコですね。こちらも、ちょっとね、唯一半導体の中ではですね、足型、えー、よくしてたはずだったんですけども、結局やっぱ4万5千円、それから4万6千円のところですかね。この辺のラインのところが、結局重たくなってしまって、えー、2日連続でですね、かなり下げているような状況になります。こちらも出来高そんなにないっていうことで、セイクラではないかなと思うので、まだ下落の進行っていうところありそうと思います。まあ下のところで、えー、まあ,あ 構えるんであればですね、3万7500、あるいは3万8000ぐらいのラインですかね。まあ、この辺のところっていうのが、まあ、以前にですね、力高だまり作っていますので、まあ、少しこの辺のところで、下で待つぐらいな感じでゆったりと構える方がいいかなと思いますね。もうちょっと下落、これ進行しそうな感じがしていますので、要注意かなというふうに思いますと。はい、という感じで、結構ですね、大型の、特にネガサの半導体のところですね、ちょっと見ていきましたけれども、 えー、なかなかですね、えー、ちょっと厳しい格好になっていて、特に受給面のところですね、えー、苦しい銘柄が多いので、まあ、今言った中だと、まだ触れるのはアドバンかなというふうには思いますので、えー、アドバンテストをですね、えーまあ、もうちょっと気楽が進行した後のですね、足型っていうところを見て判定を狙うっていうので、ちょっとここの中だとアドバンテストぐらいしか、あぐっとね、あの、触れるのがないかなと思いますね。 で多分、半導体のところから資金が抜けてる反面、ちょっと他のところにですね、資金が行ったりっていうところで、例えば今日だと三菱重工とかね、結構あの強い動きしてましたけれども、まあ、その辺のデイトレーダーたちが他のセクターに向かったりっていうのは十分あると思いますので、まあ、ちょっと半導体から資金が抜けたところで、どこにじゃあ資金が行っているのかっていうところですね。まあ、そういったところも日々、その変化を感じ取りながらですね、トレードをしていく必要があるのかなと、まあ、非常に難しい相場になっているかなというふうに思います。 はい。ということで、えー、今日はですね、ちょっと半導体銘柄の値ガさ中心ですね、見ていきました。えー、木曜日ですので、えー、20時からですね、えー、オンラインサロン限定のライブですね、やっていきたいと思います。えー、まあ、よろしければですね、概要欄の方からチェックしていただいて、まぁ、あ、まだですね、えー、メンバーじゃない方はですね、えー、検討していただけると嬉しいなというふうに思います。では、あ今日ですね、えー、とりあえず決算シーズンが全て、えー、ほとんど、あと、まあ,あ あれですね、えー、MS&AD とかね、損保のところは残っていますけれども、まあそれ以外のところは終了ということで、えー、まあ結構ね、難しい決算、えー、シーズンだったかなと思いますが、お疲れ様でした。またですね、えー、その決算内容とかもですね、えー、ちょっとフィードバックとかをしながらですね、えー、ライブとかもやっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。それでは最後までね、今日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。